jesus christ, after fifteen hundred years in the renaissance, left us humans a wonderful message in which he teaches us that all gods is one. today's story starts from a painting, virgin in the rocks, which is said painted by leonardo da vinci. A puppet artist of Jesus Christ, after fifteen hundred years, in this painting, you see Mount Moses in Sinai Peninsula. You will know that all gods is one in this video, which is a really a wonderful message for us humans. ルネッサンスの時代に現れた1500年後のイエス・キリストは私たち人間に素晴らしいメッセージを残してくれました。つまり、キリストはすべての神々は一つであったと教えていたのです。そのメッセージがダヴィンチなる操り芸術家が書いたとされる岩屈の聖母ルーブル版の中に 隠されていました。その岩窟の聖母の中に書かれていた市内半島のモーゼ山が決め手となりました。この動画を通して、えつまりすべての神々は一つであったということを皆さんに証明します。これほど私たち人間にとって素晴らしいメッセージがあるでしょうか 広瀬林、浜松市、ジャパン皆さんをイスラム教のメッカ、カーバへ案内しますここがキューブのあるカーバ神殿です中央に 黒いキューブが見えます。向かって右下にブラックストーンがあります。で、この位置を正確に決めたいと思います。この写真そのものがですね、やや斜め上方から撮られているためです。で、この黄色い2本の対角線の中心がメッカ、カーバの 中心点とということになります話を先に進める前にレオナルド・ダ・ヴィンチという1,500年後のイエスの操り人形芸術家が描いたとされる「岩窟の聖母」についての説明をしておきます。これが「岩窟の聖母」と呼ばれている絵です。 ルルーブル版ですその山と市内半島のモーゼ山の形が一致します。ここが今日の最初のポイントとなりますので、皆さん自身で注意深く確認してください。これが市内半島のモーゼ山と呼ばれている山です。以前はこの山が ナ内山と呼ばれていましたけども、これはナ内山ではありません。ナ内山は別のところにあります。これが岩窟の聖母の中に描かれている奇妙な山です。下がナ内半島にあるモーゼ山です。比較してみてください。この両者は、酷似しているというレベルを超えて同じです。注意深く比較してみてください。えつまり、 レオナルド・ダヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、そのモーゼ山を岩屈の聖母の中に描いたということになります。これが1500年後のイエス、ルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスのメッセージということになります。そしてこのモーゼ山が世界の神々をつなぐ一つの手がかりと なりました。中深くご覧ください。岩窟の聖母です。その上にモーゼ山が描かれていました。なぜこんなところに1500年後のイエスはモーゼ山を描いたのでしょうか。これが現在の モーゼ山です。以前は市内山と呼ばれていました。そのモーゼ山からメッカカーバにラインを引きます。この黄色いラインがその線です。左上からやってきたラインがその線です。中央やや左寄りです。その線はまっすぐとカーバ神殿を横切ります。つまりカーバ神殿はモーゼ山の方を向いて建てられた。 と考えられます。もう一度ご覧ください。上方、やや左上から引いてきたラインが、モーゼ山から引いてきたラインです。そのラインは、キューブの敷地の長方形と正確に重なります。つまり、このキューブは、モーゼ山の方を向いて建てられていると、 私林宏は判断しました今度はそのメッカカーバ神殿のキューブの中心からブッダが生まれ育ったと言われているネパールのルンビニに向かって線を引きます右に引いた黄色い線がその線ですルンビニに やってきました左の線に注意してください左から引いてきた黄色い線がその線です。その線は進捗線にルンビニの横線と重なります。寸部の狂いもなく重なります。右の方へこのまままっすぐ行けばイースター島へと向かいます。ともかくもこの黄色い線が メッカカーーバののキューブの中心点から引いてきたラインですもう一度やってみます。注意深くご覧くださいえ。つまり、ルンビニのこのランドマークは正確に、正確にメッカ・カーバのキューブの方向を示しているということになります。こうしてイスラム教と仏教がつながります。つながりました。 地図の上で確認していただけます。ブッダが生まれ育ったと言われているルンビニからメッカカーバのキューブにラインを引きます。そこから市内半島のモーゼ山に線を引きます。そのモーゼ山からフィレンツェ、レオアナルド・ダヴィンチナル画家が活躍したとされるフィレンツェ、現在のフロレンスに線を引きます。このような位置関係にあります。 もう一度確認してください。ルンビニ、メッカ・カーバシナイ半島のモーゼ山、そしてフロレンスです。こういう位置関係にあるということですね。メッカ、カーバモーゼ山、そしてフロレンスはほぼ進捗線にあります。ここが重要ですから、もう一度 ご覧ください。右がルンビニです。ブッダの生まれ育ったと言われているルンビニです。そしてメッカ・カーバ、シナイ半島のモーゼン、そしてフロレンスです。こういう位置関係にあるということですね。すなわち、仏教とイスラム教とモーゼンですね。旧約聖書の世界と、そして フロレンス。1500年後のイエスが活躍したフロレンスへとつながっていきます。こうして世界の三大宗教がこのようにしてつながります。そのキーポイントとなっているのが言うまでもなく、モーゼダンイコールレオナルド・ダ・ヴィンチナルが書いたされる岩屈の聖母の上に描かれている山ということになります。 メッカ、カーバはですね、もちろん日本とも深い関係があります。大占領マウンドです。大阪、ジャパンです。この大占領マウンドからメッカ、カーバに向かってラインを引いてみます。先ほども言いましたように、メッカ、カーバのキューブはモーゼ山の方を向いて建てられています。と同時に、この 右から引いてきた横線は正確に今度は先ほどの敷地を水平に横切ります。中深くご覧ください。互いにそういう位置関係にあるということになります。もう一度やってみます。右から引いてきたこの黄色いラインは日本の大線量から引いてきたラインです。こう言いますと 皆さんはこうおっしゃるかもしれませんね。ただの偶然だ。林博は偶然を拾い集めているに過ぎないと。がそう思うのは待ってください。カーバ神殿の古い敷地図が手に入りました。トルコに残っていた図と言われています。この中央の部分を見てください。 そしてその形は前方後円墳と酷似しています。上半分が円形、下が四角になっています。皆さん自身の目で確認してください。空から見てわかるランドマークということになります。左がカーバー神殿、右が前方後円墳ということになります。そしてその形は バチカンの敷地図と一致します。右がバチカンです。比較してみてください。このように神々は自分の文章を地上に残したということになります。これが神々の文章ということになります。もう一度ラインを 確認しておきたいと思います。中央が市内半島のモーゼ山です。下がメッカカーバです。モーゼ山と今度はバチカンをつないでみます。やや折れ方が大きくなりますが、ほぼ一直線上にあると判断できます。さらに、こんな興味深い事実があります。右がジャバルアル。 ラウツ山です。旧約聖書に出てくる聖地です。そのジャバル・アル・ラウツ山とナスカを線で引いてみます。この赤いラインがそのラインです。モーゼ山でご覧のようなややエラーが出ますが、その赤いラインはナスカへと向かいます。ナスカにはジャバル・アル・ラウツ山と モーゼ山をつなぐ滑走路があります。これがその滑走路です。黄色いラインはジャバル・アル・ラウツ山から引いてきたラインです。この滑走路とその黄色い線はきれいに重なります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。黄色いラインはジャバル・アル・ラウツ山から引いてきたラインです。途中、モーゼ山を経由します。 そして、この滑走路と重なります。林博士のナスカ理論による証明です。立派な滑走路があります。つまり、この滑走路は、モーゼ山とジャバル・アル・ラウツ山の方向を示しているということになります。こうして、イスラム教と仏教、 旧約聖書の世界と、そしてキリスト教が一つにまとまりました。もちろん、日本の神々とも深いつながりがあります。つまり、世界の神々は一つである、あった、ということになります。その謎を解く鍵となったのが、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされる、あの、 岩屈の聖母、ルーブル版ということになります。つまり、1500年後のイエスは、このような形で、私たちに素晴らしいメッセージを残してくれたということになります。つまり、世界の神々は一つなんだよ、とです。それが、1500年後のイエス、キリストが、私たち人間に残したメッセージということになります。もう一度、 この岩屈の聖母の上に描かれたこのモーゼ山をご覧になってください。なぜこんなところに1500年後のイエスはモーゼ山を描いたのか。その謎がこのようにして解けました。皆さん、これほど素晴らしいメッセージがあるでしょうかメリークリスマス Thank you.